今回は定年前後に行う年金のもらい方、保険と税金の手続き、お得技112という雑誌を読みましたので紹介させていただきます。お金を増やす、減らさない、おすすめ11のお得技。1、月々400円付加年金を納めることで年金が毎年9万6千円増える。2、年金額が減らない働き方として週30時間未満なら減らない。 3.64歳11か月退職することで失業手当プラス年金のダブル受給。4. 退職前に申告書を出すことで約20%の源泉徴収がされない。5. 退職金を年金で受け取ることで運用率1から2%上乗せ。6. 退職したら確定申告することで税金の還付がある。7増改築で住宅ローン減税を受けることでローン残高の1%を控除。8この協会憲法に入ることで健康保険料が0円9介護費は高額なら申請することで一定額を超えた分が払い戻し10 子育て支援費用として増与することで1000万円までなら非課税。11. 他人に自宅を貸すことで国が家賃収入を保障。つ立たて NISA は定年退職前後の老後資産形成にぴったり、運用中の利益は非課税。はい、以上になりますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ありがとうございました。